Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy. YouTube 撮ったの？そう。はい、皆さんこんにちは、ゆうちゅうろうです。最近ね、僕 YouTube 見ると本当にバイクやってる方多いです、はい、僕の周りなんかやっぱり今の現行のバイク乗ってる方本当多いです。モンキー、ハンターカブ、スーパーカブね、ここらなんかでこうやっぱり一番今話が盛り上がりますよね。僕の周りの中では後ろにあるハンターカブ、いろいろずっと見つめながらこういうパーツできたらいいんじゃないかとかね、まあ世田谷ベースなんかでは所さんと一緒にまあほぼ所さんですけども、このエンブレム穴開けてエンブレムつけましたよね。まあこういうのもね、昔の自転車っぽかったり、まあ昔のねハーレーなんかもこういうふうに風切りみたいなね、フェンダーの先っぽについてる部分があるんで、まあ可愛らしいんじゃないかなって、こういう遊び方もできるし、いや穴は開けられないよ俺はっていう方は、まあこういう風防、あとボックス、それでやっぱりボテ箱なんかも本当に古いね、昭和のボテ箱なんかも可愛いけれども、ハンターカブとか今の現行のカブには合わない、はい、ということで合うボックス、これをね、ボックスだったりボックスカバーを僕の周りと一生懸命考えて作りました。それがこちらの浅井風防さん、横浜ハンプで、あと総務雄一郎開発しましたこのボックスとボックスカバー。僕の中でこのボックスカバーいいと思ってます。なぜいいかっていうと、やっぱり今のね、あのハンターカブ、メッキ仕様だったりプラスチックのカバーありますけども、それはだいたいこう街走っててね、チューニング同士仲良くなってシール交換なんかしてシールを貼ります。ただシールってね、やっぱり俺も好きなんだけど、シールカスタムよりはこういうねカバーでワッペンカスタムの方が僕の中ではちょっと面白いんじゃないかなと。ワッペンね、古いワッペン、やっぱ今ワッペンってね、買って洋服につけるっていう人がそんなにいないから安く買える。だからこういうところにね、うまく貼ることによってちょっとね、ワッペンってこう立体感があって可愛いんですよ、はい。だから街中走ってると、あれこれ何、これシールじゃないのなんて言って盛り上がります、はい。2段階で収納ができます。あ、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、なるほど。YouTube 撮ったの？そう、まあ、社長の車両なんですけどね。あ、こんな風合いいいワッペン貼ってくれたのねって多分喜んでくれると思います。それとあとこちら、これはもう街道レーサー、あれ何年代だ、80年代、はい、浅井風防さんそこでね一世風靡しました。それでその街道レーサーの人たちってよく見るとこう前に出てたりしてるんですよ、うん。そういう遊び方ができる、この風防ね。こっちとか。で、まだ曲げてないもの。ポイントとしては、なんていうのかな、この直角な、こういうところが曲がっちゃうと、また塩梅がかっこ悪いんで、ここだけ曲げるようにね。そして曲げてね。いいね。スポーティーのきた。これね、2人いればもうすぐ。これ少しね、こっち側に。
入ってる、インに入ってます、内側に。いいと思うんだよな。うん、どうです、わからないですか、こう入ったの。僕的には俺いいと思うんですよ。じゃあちょっと横浜に行ってみます。ですね、今ね、カンパチです。それで下手なんですけど、大体今だったら引き返せるね。 U ターンすればもうね、今日一日汗かかずに楽しく過ごせるかなと、まあ、そんなのは冗談として行きましょう。美味しいんですよ、ここ。今のケーキ屋さん、03-3703-8428、小山台のケーキ屋さんですよ。間違いない。いや、125cc、 やっぱ走り応えある、これはいい。おお、あ、なんだ、そうか、カンパチでずっと行くわけないよね。そりゃそうだなと思ったの。1号線だ、やっぱり。その後国道1号横浜方面を斜め右方向。困った時は1号線だもんな、やっぱり。Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me.到着しました。写真撮ってもいいですけど、これ初めて見ます、いい、ハンターカブ。かっこいいなと思って。そうでしょ、こういう、やっぱこういう生地だから、ステッカーじゃなくてワッペン貼ってみたんですよ。すごいかっこいいです。かわいいでしょ。かわいい。だからこういう遊び方をね、買った人はしてもいいんじゃないのみたいな提案です。すごいいいと思います。あ、いいですか、はい、ありがとうございます。はい。あ、社長、おはようございます。え、汗だくです。何ですか、それ。喉乾いてるよ。あ、サイダー。はい。ジムニーサイダー。あ、ジムニーサイダー。あ、ジムニーサイダー。ハンターカブでついに来ました。ありがとうございます。はい。それでこう、今、女性のスタッフさんにも聞いたんですけど、このワッペンどう思いますかなんて。素晴らしいっすね。かわいいでしょ。普通はボテ箱は。さすが、あの、カスタマイズね。そう。こういう醍醐味があるんですよね。そう。そう、ステッカーじゃない。やっぱステッカーだとちょっと薄っぺらいから、これやっぱワッペンだとちょっと奥行きあるじゃないですか。これ、裕次郎さん塗ったんですか。そう、素晴らしい。あ、前の風貌、なんとなく角度変わってます。あ、すごいですね。ちょっと角度やりすぎたかな。そうそうそう、やっぱりこういうところで個性を出すのがね。ね、素晴らしい。インに60度ぐらい曲げてみました。こういう楽しみ方がね、はい、できるっていうことを示すことがね、はい、やっぱり雄一郎さん、はい、素晴らしい。ありがとうございます。それが雄一郎と何、あ、いいねを押してください。あ、そうそうそう、よかったらいい、チャンネル登録、はい、そう、あ、そうだそうだそうだ、はい、チャンネル登録よろしく。ありがとうございます。